スターホースポケット。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。風石ゲット。お、メダルゲット。私は喜多方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。ステップガチャですね。気合い入れていくわよ。さあ、やっていきましょう。カタノマレイ。戦績です。ドバイターフを取りましたね。そして今5月を3周です。悩むのは宝塚記念にするか、WBC もしくは SWBC するかですよね。元気いっぱいね。おっと、大根だ。ありがとうございます。芝ですね、うん、いい感じじゃない。これでスピードを稼ぐことができます。いい感じだわ。バツを5周です。今5発を5周ですか。安田家に出してもいいんですけど、安田家には距離が短い。もう1周やってから、WBC に出しましょう。クエスト達成よ。気合い入れていくわよ。さあ、何もしない、ああ、間違って何もしないで登録してしまいましたが、気合い入れていくわよ。結果はこの後お待ちください。またよろしくお願いします。はい、WBC の結果が出ましたので、見ていきましょう。感染何番人気かな。お、一番人気だ。しかも20丸3つあります。絶好調と言ってますね。2番人気は武豊安城ライトイデア、3番人気が岡部幸男安城キュアブライトです。
ほぼ一騎打ちなのかな、ライトイデアとの。頑張ってほしいですね。ではレース、WBC クラシックは1勝しております。ここもしっかり勝って次につなげたいです。一回 SWBC 出ますかね、結果し期間でなく。近代競馬発祥の地イギリスに、まあキングジョージなんかもありますが、栄冠を勝ち取るのは果たしてどの国の代表馬か。スタートはやや不利かな。いや、そんなことはないぞ。リップバンニンクル思い切って先行策、内を通ってスルスルとパワーポエティックプリンスが上がっていきました。ニッペイ2番手を伺おうというところ、ちょっと離されましてスターオブコジン、その外7番バーザー、さあ足を渡っていきます。外から1頭カタノマレ、そしてそのうちに6番フリーイーグル、それからもう1頭アーチペント、7と8番です、片尾前は。それからもう一頭、10番ザグレイダツビー、しんがりからライトイデアであります。今7番手ですね。前の方はどうなっているのか。先頭行くのは1番アワコエティックプリンス、3馬身リード、4番ニッデイ、それからリップバンニンクル、この辺りちょっと離れているスターオブコジーン、その外に7番バーザー、5番ケアブライト、8番カタノマレイがこれを打つ感じになりましたね。そして内からは6番フリーイーグル、ゆっくり上がっていくのかな。ザグレイダツビー、じわっと上がっていく、内から1頭ドアイスオーバー、さあいよいよ最後の直線、栄冠を手にするのはどの馬か。少しずつ上がっていく、さあ仕掛けていくぞ。6番手誰だあれは、キャブライト、さらにキャブライトをかせるか、伸びろ伸びろ、おっとどっちだ、勝ちましたね、勝ちました。キュアバライトもいい狙い、粘りだったんですが、最後は片尾マレーがしっかりかわして WBC2 勝目です。やりました。なかなかやるじゃない。クエスト達成よ。気合い入れていくわよ。三段ケーキもいただきましたね。ということで、見事に片野マレー取りましたね。WBC クラシック。次ですね、余裕があれば、SWBC 狙っていきたいと思います。キングジョージという手もありますね。どちらにしましても、どちらにしましょう、もうすぐ一番前ですのでしっかりと勝っていきたいと思います。この馬強いわ、本当に。今まだレーン外してないですからね。また頑張っていきたいです。ぜひ応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録でも応援よろしくお願いします。ぜひ収益化狙っていきたいと考えております。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス
記載してますので、よろしければ見てください。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。